はい、今回ご紹介させていただくのは世界的に有名なアコースティックギターメーカーのマーティンのですねソプラノモデル S1 ユークをご紹介させていただきます。マーティンといえばギターで有名なブランドですけれども、100年以上前からウクレレも作っているブランドで、ヴィンテージのマーティンウクレレも、非常に価値のあるウクレレということで、中古市場でもよく販売されてたりしますけれども、こちらの S1 ユークはですね、現行のマーティンのソプラノモデルという形になりますね。ギターでもそうですけど、マーティンはアメリカ製のラインとメキシコ製のラインとあるんですけれども、こちらの S1 ユークはメキシコ製のモデルという形になりますね。胴体はですねマホガニー単板を用いておりますね。マホガニーなのでこういう茶色っぽい感じの木目になりますけれども、メキシコ製のマーティンでもですねちゃんと単板を用いたしっかりしたモデルって形になりますね。白と黒のですねロゼッタがですねサウンドホール周りに施されておりますね。マーティンのソプラノはこの胴体の形が本当にこういう小ぶりな形状になっていて、昔ながらのマーティンの形状を採用してますね。でこちらマーティンのロゴがですね金色に入っておりますね。でこちらの S1 ユークはですね初期搭載がですねフリクションペグになっておりますね。ギアペグではないペグになりますね。あえてこのフリクションを採用することもですね、ヴィンテージのテイストを保って、なかなか可愛らしい感じの外観にも仕上がってるかなと思いますね。こちらネックにはですね、セレクトハードウッドっていうことで、マーティンがネックにふさわしい材質をですね、用いているっていう形になりますね。でこちらシバントブリッジにはですね、尻尾材という材質を用いていますね。ローズウッドとかエボニーとかとは違って、こういう割とこうナチュラルカラーっぽい感じの材になっておりますね。指板上のポジションマークはですね5、7、10って形に入っているんですが、サイドポジションマークは細かく施されておりますね。結構サウンドはソプラノサイズで小ぶりな、比較的小ぶりなボディサイズながらもすごいこう音量感もしっかり出ていて、やっぱ単板を採用しているだけあって可愛らしい音色というよりかは結構割とパワフルな感じのニュアンスも結構あって、ソプラノでもはっきりとした感じのニュアンスを出してくれますね。やっぱ若干こう角が取れたニュアンスながらもしっかりとしてこうボディなりをしていて、さすがマーティンといったところですね。ソプラノでも決して埋もれないサウンドというか、やっぱ老舗楽器メーカーとしてのクオリティが十分に詰まってますね。はい、こちらがですね同じくマーティンのコンサートモデルになりますね。 C1K というモデルなんですけれども、こちらはハワイアンコアの単板を用いたコンサートモデルになりますね。材質とサイズも違うので、S1 ユークとは全然響き方違いますけど、マーティンメキシコ製の中でもこれは一番人気のモデルだと思いますけれども、こっちが S1 ユーク、こっちが C1K になりますけれども、大きくは胴体の材質が違いますけれども、ネックとか指板は同じ材質で同じメキシコ製っていうところではありますけれども、C1K の方はギアペグが標準搭載になってますね。S1 ユークはフリクションペグが搭載されてるって感じですね。で一応こちらが同じ S1 ユークになるんですけれども、キワヤショップ限定でですねギアペグに交換しているモデルもございますので、フリクションペグよりもですねスムーズかつ安定したチューニングができるっていうところで、こちらのギアペグ仕様のモデルもおすすめしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。やっぱ何よりもマーティンはやっぱかっこいいブランドなので、ソプラノで単板でお探しの方とかはですね、比較的このモデルは手が出しやすい価格帯かなというところではありますので、シンプルながらもですねしっかりと響くマーティンサウンドをですねご堪能いただけると思いますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。